グズミチリハールドは、ハンガリー・ソンバトヘイ出身のプロサッカー選手。元ハンガリー代表、メゼーケベシュドジョーリー SE 所属。ポジションは、ディフェンダー。地元クラブであるソンバトヘイ・ハラダー種のアカデミーで育成され、2005年にプロデビュー。2014年9月10日、エクストラクラサのビスはクラックフに移籍。2014年12月18日のルフ補充付箋で、 膝に重傷を負い、長期離脱を余儀なくされた。2017年1月5日、中国スーパーリーグの遠編富く足玉クラブに移籍。2019年1月26日、ホルトゥナリーガのケースロバンブラチスラバに移籍した。2013年9月のルーマニア戦で、ハンガリー代表デビューを果たすが、チップリアン・マリカにゴールを許すなど散々な内容だった。 2015年9月7日の UEFA ユーロ2016予選北アイルランド戦で初ゴール。UEFA ユーロ2016予選プレイオフではノルウェーを相手に1失点に抑え本戦出場権をつかみ取った。UEFA ユーロ2016のメンバーにも無事選ばれグループリーグの3試合すべてに出場した。ありがとうございます。